やな。はい、ということで本日メルクでおいダンス始まりました。今回からね、3年以上続いてるこの番組なんですけど、今回から初めて、アベーマ TV フレッシュさんの方でも、連動して生放送をしていただけてるということで、アベーマ TV フレッシュを見てる皆さん、こんにちは、エルクストリートです。はい、ということで、エルクやおいでやんす。私、エルクストリートのシンガージュライとサイドキックショッツとんで、呼んでもないのに毎週来る岡村真史。はい、そんな感じで、本日も、あそっちにも来た。おはよう、みきちゃん。あ、ほんま。あ、両方ジャムちゃんがいる。ありがとうございます。おはようございます。そう、こんな感じでね、本日はアベンマからも、これ言いにくいな、アベンマって。アベンマね。アベンマみたいな。なんだけど、あの、大阪人しか分からへんけど、狭間。狭間さんのネタやな。アベンマ。アベンマ。おはよう。おはよう。完成いきますか。はい、ですね。ということで、エルクストリートの1週間を振り返ってみたいと思います。写真どうぞ。ドンポン。はい。エルク郵便を、日曜日はやってきました。エルク郵便というのは、エルクストリートが主催イベント前に行う、みんながいつも会いに来てくれる家とか仕事場にうちらがチケットを持っていこうという、まあみんながいつも遠いところから来てくれてる感謝の気持ちプラス押し売り的な、はい、そういう遊びをやってるんですけど、日曜日は茨城と群馬と埼玉と、あ、都内の人が参加してくれたんだけど、あの茨城から群馬がめっちゃ遠くて、そう、じゃあね、なんか都内から茨城は60キロぐらいの、ほら都内から埼玉県が 2,30 キロぐらいの、それで言うと、群馬から茨城も行っても50キロぐらいかなと思ってたの。と思ったら、道はまっすぐと思ったら140キロだったの。全然遠いな。え、ちょっと待って、茨城から140キロどういうこととかなって、うん、だから一人あの埼玉の待ってた女の子が寝落ちしちゃって、そう一軒行けなかったんだけどね。ね、あの行ったら行く、ね。早まさや、そう、みんながね、あのワッフルを買ってきてくれたり、メロンを買ってきてくれたり、お菓子を買ってきてくれたり、メイク用品を買ってきてくれたり、やたらあのみんなあのチケットも買ってくれる上にやたらこう貢ぎ物を。献上物、献上物あらだね、献上物あ、でね、久しぶりに6月26日日曜日大阪でのライブが決定しました。ガーリーアップ、ヒルズパン工場っていう、堀江の方にある箱なので、パン工場でやるの。パン工場っていう名前やけど、これライブハウスやね。あ、ライブハウス。元々パン工場だったの。そう、もともと上がパン工場やった。上がパン工場。そうあ、そう、今でもなんかパン売ってんねんな。そうそう、上でパンが売ってるっていう。ナンシー今日雰囲気違う、いい感じ。なんか占い師っぽいよな、ちょっと魔女みたいでしょ。占い師っぽい。占い師な。ナンシーって肌黒いよな。私？あ、今日ファンデーション黒くしたの。あ、黒いんか。黒くしたっていうか、黒いのしか売ってなかったのよ。え？あの、いつもなんかファシオなんだけど、今日はもうケイトに変えてます。あ、ファシオケイト。ナンシーゴージャスやな。そうね、ゴージャスの時もありますよ。さっきまでサムエだったけどね。サムエとセットだった。そう、サムエとセットだったけど、ね、さっきあの明日あの撮影があるので、あの H&M にね、アクセサリーとか買い出しに行ってて、2人でその時サムエとセットできて、この人もう、あのハットとかかぶるんだけど、何かぶっても田植えのおっさんにしかならないの。そうそう、農家だったよ、ね、農家だった、とっても恥ずかしかったよね。全然似合わない。こんな似合わない人いるんだみたいな。鏡があるところだと思って立った位置が、そこはただの入り口だよ。誰に見せてねえみたいな。帽子かけてて誰に見せるんだよみたいな。私ユニクロあんま行かへんな。H&M 派かな。そういうあのファストファッション系では、私は、H&M が一番好き。トップショップも好きだったけど、なくなっちゃったから。ありがとう、ミケちゃん。GU、 あ、GU も行かないな。H&M ばっかかも、それって言ったら。通称ド M。 ド M ね。はい、あ、ということで、あとエルクストリートからのオープニングのお知らせとしたら、5月のストリートライブが決定しました、と今週土曜日、新宿ストリートライブ、それは私たちエルクとナンシーであります。で、来週5月29日の日曜日は初めてあの千葉駅ストリートをやってみようと思ってて、でもなんかお休みの日は千葉駅ストップかかるよっていう人もいたから、その場合は千葉駅でストップがかかった瞬間に大宮に行こうと思ってます。また大移動。あれ、これなんか近いと思ったけど、またなんか60キロぐらいあるんちゃうみたいな。なるかな。まあ行けるでしょ。ということで、
そこで開始の一撃のチケットもゲットできるしフライヤーもゲットできるので5月21日土曜日は5時か6時ぐらいから新宿でストリートやろうかなと思って行って、場所はどこら辺なのちなみに。場所はその時に決めようと思ってる。いや一応あそこかあそこって決めてるんだけど、うんうんうん、その人のいるいないもあるから、うん、ああそうやな、ストリート行きたかったけど間に合うかな。何時ぐらいと思ってるの。そうなんだ、うん、そうだよ、うん、って感じかな、うん、ジラタン滑舌いいな。あ、私ね、めちゃくちゃ滑舌はいいですね。滑舌と説明はもう、あ、説明うまいよな。あ、私解説、解説うまい、うまいよな、うん、なんしこの解説で泣くぐらいだから、うん、あれが楽しいな。ショッツさん、今日もハットかっこいいですね。それはショッツがかっこいいんじゃなくて、ハットがかっこいいんじゃないの、うん、そうや。でもね、ショッツの顔はハットが似合うよな。あ、ハットに合う。分かった。うん、ハットに似合う。この人は何をかぶっても上手に決まるんだけど、私かぶったら絶対かかしだもん。ナンシーがね、ハットかぶるとマジ田植えのおっさんなの。なんか田植えしかならないね。おー、あれひどかったよね。あれひどかったな、さっきな。ハットよりショッツが好きだったよ。あ、ありがとうございます。そうだったね。3時に歯医者なんです。3時って別に、あ、歯医者終わってからストリートってこと？え、待って、それ歯医者はどこだろう？新宿の歯医者だったら絶対間に合うよ。その歯医者がどこかだよね。埼玉の歯医者だったら、神戸とかだったら無理やけどな。神戸だったら無理ね。新幹線乗っても無理ね。じゃあとりあえず今日は新宿じゃないです。あ、でも3時からの歯医者でもし都内だったら間に合うと思うよ。間に合う間に合う。うん。いける。あ、埼玉だって。埼玉だったら。え、そっから新宿まで1時間ぐらいでしょ。うんうんうん。じゃあ歯医者がどんだけかかって、歯医者って30分ぐらいで終わんない。まあ新宿、まあ、まで走ってきたもん、ね、私も会いたい、来て来て、うん、3時まあじゃあ来てくれると思って待ってる。うんうん、ということで来てね。そうやな、おはよう、おぐちゃん、おぐちゃんおはよう、そう、日曜日ぶりだね。あ、今2分遅れてるな。はい、ということで、じゃあエルクストリート、今日はエルカイオイディアンス2アイソルというゲストも控えて待ってくれてるので、はいはい、エルクストリートオープニング行ってみたいと思います。うん、頑張ってきてね。じゃあ、うん、オープニングどうぞ。いやよく言われます。他人で他人で
ライブでもやってな他人です。なんかそんな CM あったよな。アザー他人です。アザー他人です。朝日課生のやつやな。まあいいや、私のおかんに言われたことがあった。他人です。あんた他人です。金貸してくれって。あなたと他人ですんで、アザーアザー。ほんでその友達だで、二人ともずっと音楽やりたいと思った二人だった。それとも一人がちょっと音楽やらないって誘った。最初はなんか楽しくて二人で、ね、カラオケ行って、カラオケ行って、でハモったりとかしてて、結構うちの声合うんじゃないみたいな。いけんじゃねみたいな。で最初はなんか大会みたいな、カラオケ大会とか聞いてたりとかして。あ、そうなんだ。そうなんです。へー。ピンクレディのカバーやった。ピンクレディやんなかった。やらなかった。やらんでええから。なんでええよ。今のままでかっこいいから。いや、のペッパーとか言い出したら困るもんな。マジか。でもヨネすごいよね。え、あ、なんでもない。なんでなんでもない。すごいっすよ。女同士さ、喧嘩せえへんの。私それがめっちゃ気になる。女同士しないんですよ。あ、そうなの。しなくてびっくりする。エルクはたまに殴り合いしてるよ。うわあ、たいや、もううちはすごい喧嘩する。マウントと、マウント取られてるの。俺下でも私はショッツもタオルスも殴ったことある、うん、すごい。ショッツ前、前歯ねかったもんね。うざうざさ、言い過ぎ。さっき、さっきでしょ。嘘やっ、ね、て、嘘やっ、ね、て。あれだもんな、プラパンで作ってあげたから。やばい。どうした前歯。嘘やから、嘘やから。みんなね、それ今ハメてるから、ね、ちょっと待って、今日は記念すべくアベマで初めて見てる人がいるかもしれないので、私がそんな暴力女だと全然違いますよ、皆さん。アベマガス綺麗やね。はい。汗かいた。ということで、いや、エルクストリートは結構あのいい意味でも悪い意味でも喧嘩はすごいするクルーです、多分。言いたいことを言うタイプだから、みんなが尾を引いたりはしないけど、あんまり。でもだから、なんか女同士ってさ、やっぱなんか男友達には言えても女同士ってちょっとなんか言えない言葉ってあるから、女同士って壁が結構あるやん。でもそのクルーをやるってことはもうほぼ運命共同体として2人でいるわけやから、喧嘩せえへんのかなと思ってたけど、喧嘩しへんのよ。しない。意見はもちろん言い合うけど、喧嘩みたいな感じで、でもなんかさ、どうしても例えば CD を作るってなって、ジャケ写のやっぱデザインとか考えてて、もう2人が例えば私黒、私白みたいな、どっちも譲らない、これ黒白白黒黒白ってなったら、そういう時はどうなる。確かに感覚は似てるのかもしれないです、2人の。あ、もう花から好みがな。そうそうそう。でも黒白黒白ってなったら1日寝かすよね、きっと。あ、寝かすかも。それがあかんよな、もうエルクスリーでも今決めるみたいな。もう決まらんとかないもん、もう今決めよう。そう、私がせっかちやから。それでショッツが説教されるのかな、マジか。しないよ。じゃあ大体ジュライさんの。ああ、え、そんなことない、そんなことない、そんなことない。でも、だってデザイン俺がやってるから、そんなことないかもしれない。そうか、ショッツ男同士仲良くしようって一の。え、男同士で、私男ってこと。あ、ミキちゃんもせっかち、私もせっかちだもん。ミキちゃん男やったよ。そういうこと。そうか。え、じゃあさ、例えばなんか、え、じゃあもう2人は友達で音楽もやってて、言ったら喧嘩もせえへん、うん、クルーってめっちゃレアやと思うんや。多分他の人と組んだら喧嘩すると思うから。そう、絶対やろう。やろう。ってことはもうその2人の運命がめっちゃあったってことやんか。じゃあもう2人以外、え、友達とかいらんよ、逆に。もう2人でいつもなんかいちゃわへん。いるいるいる。なんかそうなると思う。だって他の友達もなんかいらないって失礼だけど、うん、こんだけ会う人がいるなら、うん、他に見つけようと思わんよ。そ、なんかそんじょそこらのカップル。そんじょそこらのカップルよりも多分合ってる。そう。ああ、昔からまで。そんじょそこらって。あ、そうそう、それ。それが気になる。好きな人とか。好きがないの。そう、被らへんの。それは全く別なの。全然被らない。全然被らない。そう、全然被らない。あ、じゃあ例えば一人はムキムキが好きだとしたら、一人は細いのが好きみたいな感じで反対なの。なんか、なんだろう、全然違うよね、でも。じゃあ芸能人って、あの、うん、好きなタイプを二人に聞いてみよう。芸能人で、これ二人、一緒の人言ったら全然ダメだから。でも、最近の芸能人がわかんない。あの、古くていい。あ、なるほど、古くていいわよ。え、ちょっと待って待って待って、
そんないない芸能人で私なんか雰囲気とかで、あ、でも分かる、あと私もあんまり顔じゃないの、うん、5人グループちゃうよ、5人グループ5人グループ、これ5人グループこれ5人グループひっちゃかないこれひっちゃかめっちゃかすぎて、どんな曲歌うねんみたいなあ、でもヨネは結構いるんだよね、うん、じゃあ好きな芸能人どういう、ヨネ結構見た目見た目大事だよね、稲葉さん、あ、ビーズの好きだな、あの、じゃあもう短パンで、あ、でもね、これはね、これはね、これはね、小町ゼルカです、違う、違う、短パンじゃない時が好きです大体短パンちゃうわ、あの人でも、まあまあ多いね、短パン、まあまあ多いです、あの星みたいな人でいる、ね、新宿の街を 見下ろすあのラウンジでジュラタに告りたいな、あ、ちょっと待ってよガチャピン好きですかって、ガチャピン好きですか、好きです、もうガチャピンはどうでもいい、藤原達也ね、ガチャピンも好きです、私あんまタイプじゃない、私でも顔はあんまりタイプじゃないけど、私も顔タイプじゃない、演技とかはすごい好きです、あ、顔な、顔は結構甘い顔ですもんね、うん、私甘くない顔が好き、私も甘くない方がいい、うん、私も、うん、そうだよね頑張れ確かに今なんで相方に甘えた私もみたいなこんな感じなんですよ、いつも仲間に入れてほしかった、あ、そうか、なんか MC でもそんな感じだそうそう、すぐなんかこうやって私のところにこうやって言われてそう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 なんだ、さっき一番初めに鳴らしたあのクラクラのやつのもちょっと見てたらやっぱりなんか喋ってる途中でめっちゃそう邪魔してくるんですよ、違う、そんなことないよ、急にアーハーぶつけたとか言わなくて、何の話みたいな、みたいな、あの歯ぶつける時あるよ、名前から私もよくあるゴンって、もう神経の話、で電気来る時もあるよね、前、あ、それはある、あ、なんか、そうやん、ここら辺がちょっと毛羽立ってて、ブチブチブチって当たったらパチパチって、毛羽立ってヒゲ男だった、あ、男だったという感じで今日はエルクスリートとツヤシャルとナイス、まだまだ質問コーナーがありますので、はい、一回 CM を挟んで質問に答えていきたいと思います、はい、みんなその辺までその辺とそのままで待っててね、いや、サンデー SMB クリシャキ先生、リキト最近全然ダメだな、何がシャンパン先生よ、ほんと口だけだな、くそー、しょうもな、自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ、運命の人と出会うならイオンインク、やっぱやべえな、イオンインク、イオンインク、おいでやーす、中盤戦ということで、はい、今日も質問コーナーはね、いつもこの下にある elkst.info@gmail.com の方に毎週送ってもらって全然大丈夫なので、はい、ということで本日も来た質問コーナー行ってみたいと思います。質問1どうぞ。 Q&A1、 今日またお絵かき対決すると聞いたのでお題を出したいと思います。そんな話聞いてねーサンリオでもあんまりサンリオでもあんまり書かれないけど、私の大好きなキャラクターキキララを、いやー、いやー、キキララってめっちゃ難しい。それで上手に書けないんだったらキキララになるわけだな。やばい、やばい、やばい、泣きララ、泣きララってもなし、こんなことやってんじゃん。またやらされるわけ。うわ、キキララってむずいな。なんだっけ。はい、あ、いっぱい来たよ。キキララ、顔これみんなが投票するんだよ、また。やばい。ペンが、あ、ペン行ってみますか。はい、ありがとうございます。回します。はい、何せ顔めっちゃ黒いね、はい、顔と体の色が全然違うねんけど、オッケー、いや、黒すぎた、キキララな、ちゃんと出る、あの、ミキちゃんがショッツ消えるとか甘えないでって言ってる甘えてへんわあ、もう書いてる、もう始まってる、じゃこれ書いてみますか。私キキララで書くの。え、そうでしょ、そうでしょ、あ、そうか、キキとララって、あ、あいつらキキ、そうだよ、いや、そうですよ、でもキキララちっちゃい時好きだったけど、もう覚えてねえもんな、キキララなぁ、
これはやばい。これ消しゴムありですか？ありです。いやいやいや。大地さん、あのキララの画像を用意しておいてもらえます？一応。キララって何？キララって何？ま、え、待って。わかる。あ、福井さん、キララ。知ってるけどなんか。絶対こんなんちゃうわ。やばい。全然わからんわ。私できた。早い。私早いのは似てないから早いんだよ。なんか顔だけ？え、悪いけど顔しかないよ。え、顔？ちょっと待って。え、だって体なんか見たことないもん、キキララの。あ、いやいや、体あるやろ。あいつら月に乗ってるよな、いつも。あ、なるほどな。月ある、月ある。あ、マジで？月と星じゃん。そうだ。月？あれ？月だ。月か。絶対強いわ。どっちが好きだっけ？あれ間違えちゃった。あれ、あ、でもあれ私ちょっとぽいかも今回。あ、なんか汗が。あ、これは私今回は罰ゲーム。今回はって前も罰ゲームならんかったけど。ちょっと待って、私想像ができない。皆さんそろそろもう当たりもんばですよ。はい、マジマジ。あ、顔しかない。私顔しかないよ。私もちょっとじゃあ顔だけ、うん、だってもう知らないもん体なんて。どうなのか。じゃあ私が無理は一緒の体にして。一番、うん、うまいって言われてるショッツから行こう。じゃあ、あ、マングうまい。マジ子供が泣かない程度の高齢化でお願いします。やばい、あれもうそら子供も泣くわな。私らの絵を見たらこの間のあの作品、何これ、もうマーシーの気になるのやばい。全然わからない、ね、これマーシーのキキララがあるなら、うん、私はうまいわ今日。嘘だ、だってキキララがわからんのだもん。あ、絵師さんが描けるって。あ、石さんが上手そうだね。あの、私たちの絵を描いてくれた方。 あの人は描けるかな、うん、なんかおかしい、全然違う。ヨネガハクは落ちる。あ、ってことは、ってことはエルコから一番下手な私と、ツワイから一番下手なヨネと、うん、もうあれ、でもあの、あ、何しが前歯描いた人。あ、そうだ、前歯描いた人殺そうだね。え、キキラの前歯があるんだ。え、違う、プリーツスカート描いたら前歯決まった人なの。これは俺から言っていいよ。そうだね、ショッツからだね、うん。違う、違う、なんかウケる。こんな感じだね。キキララウケる。キキララ でも私とは近い。あ、近い、私近い。だいぶ近いな。いいとこ言われてる。で、ナシいっとこ。ナシのひどいよ。ひどくない。あ、そっちのカメラ。なんだ、じゃあ、私近いやん。近いよ。ごめん、私一番うまいわ。え、今回私一番うまいわ。ほら、え、どれ、ほら、あ、こんな感じでしょ。私前髪だけ覚えてたの。前髪がこういう、こういう前髪だったの。俺も、俺も早かったら、いや、あんまり、おーって言ってんじゃん。あんまり変わらん、あんまり変わらん。変わらん、3人とも変わらんわ。じゃあ、行ってみましょう、ゆきの、はい、イエイ。うわー、あ、これだわ。いい、いい、これだわ。あ、これで絶対前歯嘘やん。前歯のフリを使ったよ。俺、これ右側がマコレカルピンじゃん。じゃあ行きましょうか、ハク、どうぞ。やばい、私が一番雰囲気は出てると思う。嘘、本当。あれ、あ、こっちで、こっちで、そんな孫悟空や。誰や。え、しかもあれ女の子の方どこ行っちゃったの。え、これこれだって2人ともショートカットじゃん。うん、なんか星と前髪がもよもよみたいなやつ。これは、これは私大丈夫だわ。ちょっとどっちも大丈夫、私も大丈夫。私は大丈夫。いや、悪いけど、私は、私はナンシーがヨネだと思う。特徴的にはこのだから髪の毛ピンクの。いや違う、そんなの描いちゃダメじゃん。私でしょ、これでしょ、ほら、これが一番キラーでも私が一番、これこれこれ、これこれこれ、変わらんのに描くの。みんなめっちゃ割れさき割れさき。ということで投票いってみましょうか、皆さん。ナンシー、ジュライ、ユキの、ヨネ、ショッツっていう名前なので、はいはい、一番上手だと思った人。え、これもう上手だろ、上手だ。あ、違う、一番下手だと思った人に投票して、とりあえず。髪の毛ふわふわ超合ってる。合ってない。あの、まず髪の毛長いから、一人絶対。そうそうそう。え、だいぶ聞きられて、そんな。これ、なんかあのシムシティとかに出てくるアイコンやん。確かに。今投票取ってるのかな。どこの競争だからな。今一番下手な人取ってるから、それ終わった後一番上手い人も取ろうと思った。どういうこと。ああ、なるほどね。そう。ドベと一番いけてるやつと。
私は結構自信あるけどな、今回は。ナンシー頑張ってほしかったけどごめんって。なんなんそれ。ナンシーどうしにごめんだろう。でもキキララの真似をするってなったら相方いるからな。キキララ。そうだ。もしかしたらナンシーと、もしかしたらナンシーと、あの、来週、来週、ショッツ？じゃあ、あの、ヨネには来てもらうことがあるから、来週。やばいやばい。そんなであの歌舞伎座荒川疲れるわ。やばい。そのうちエルクストリートもアーティストから嫌われるわ。頑張って欲しかったけどごめんって言ってる人はあのエシさんやし。ということで、集計結果出ましたか？はい、出ましたか。出しまーす。ドン！集計もあるの？私一番上手かったんだ、やっぱ一番下手だったのはヨネ。あれヨネなんて 5% ヨネやった。下手ランキングですか？私上手いじゃん。一番上手いじゃん。すごい、ゼロゼロゼロ。やったやったやった。マジで？これでこれ一番ぽいんだって。ちょっと、あの、本物出して、本物出して。わからんな。ちょっと、あ、本物出して。本物出したらこれが一番近いから、絶対。ほら、ほら、ね。前髪が出たんです、前髪出たんです。でも、ナンシー、ちゃんと、どっか、え、そっくりじゃん。どこが似てんの？いや、特徴捉えてる。いや、ちょっと待って、私の方が似てんじゃん。リボンあるのは。リボン、これ、リボンあるもん、私。いや、ちょっと待って、前髪もないじゃん。これは、ちょっと待って。ドラえもんの耳じゃないから。どうして私の前髪見てくれないの？ほら、前髪とか一緒じゃん。絶対私が一番似てる。私だからそこら辺の人に見してこれが何に見えますかって聞いて。ああ、そうだ、それめっちゃやりたい。はい、ということで、もう一回あの仕切り直して、一番上手だった人にも入れよう。でもそれでだって分かるじゃん、みんな本当はどう思ってるか。ああ、確かに。いや、この番組はな、あの、世間負け惜しみしないの。いやいやいや、前もそういう罠はめられたけんな、私は。だいたいジュライブやねん。でも先週私のことめっちゃ嫌いな人いたから。そうでもないよ。今週おらんな。くそ、早く来れば。怒ってるんですか？怒ってるんですかって。誰が？私全然怒んないわ。スクショの女王が今日、スクショ今日たくさんなります。まあいつもあのブログに何載せようかめっちゃ悩むから、スクショいいのありすぎて。1111111言っとけど、ないし気長いからね。じゃあ集計結果いきましょうか。はい、だけど怒ったら高血圧で。でもさ、これさ、一番も取れるかもしれないでしょ。そうだよ。うまいもん。そっか、いや、無理だって。これは無理よ。この番組はもうダメなのよ。そういう問題じゃない。冷静に考えて、冷静に考えて。もう大体肩にはめられるようになってる。いや、やっぱ私か、ゆきのがうまいよ。だって、ジュライさんの眉毛点線だもん。さっきのも一回。これ、ちょっと、ゆき、これ、眉毛ちょっと、めっちゃ待って、眉毛、これ、まつ毛だったんだけど。あ、え、すごい。まつ毛にしてもないの。眉毛点々でヤクザみたいになってるのかな。映ってるかなと思って。はい、みたいな。お願いします。はい。さあ、誰や、結果。あ、すごい。ほら見てみ、60ランティー。なんで読めた、私一緒。ほら、俺とナース0.0。てか2人がめっちゃ下手ってことじゃん。いつもできるやつだろ、これ。てことはもうナーシーとショッツがやらなきゃ。キキララ、キキララ、ほんとだ、やばい。もうギギとダダダね。でもこれはできないよな。これはでもこれはできないよな。でも俺あの服持ってんで、知らんの。だってまず顔が可愛くないとできないよ。ネグリジェ。いや、ネグリ、なんかあのグラディエーターみたいな。みんなありがとう、みんな気ぃ利くな。おいでやす、見てるみんなは大好きやで。でもあの多分な、スキル上がってんねん。誰が？私やろ。ジュライ。いや、お絵かきコーナーをめっちゃさせられるからちょっと上手くなったんだよ。昔とかだ、キリンとかかそういうことで。2問目に行きましょう。はい、キランデー2、はい、エレックスさん、ツワイスソウルさん、こんばんは。こんばんは。ズバリ解散したい、ソロ活動したいと思ったことありますか？面白いね。ぶっ込むね。すごい。じゃあこれ私から答えるわ。私全くない。私ソロは絶対嫌なの。あの、ソロが絶対嫌っていうより、ソロでできないと思ってるから私はグループを組んでる。言ったら自分の増えてなところをメンバーに補ってもらったり、引っ張ってもらったり、引っ張り合ったりするようにグループでやってるから、私はあんまりソロをやりたい意識はないから。私一人なんかの力より3人でやってる方がいい力を出せると思うから、私は全然ソロに興味がないな。反対に言うと、意識感が面白かった。同じ。マジもすごいうなずいちゃった今。ありがとうございます。ね、一、うん、人ってない。だからソロをやりたい人がグループを組むとうまくいかないんだろうなと。反対に。確かに、うん、そうですよね。だってソロの方がやりたいんだったら、うん、絶対グループがね、あ、めんどくさくなる時が来るだろうなってやっぱ思うけど、
花からグループがいいと思ってる。迷子になるって来てるけど、まず会場にたどり着けないってやつかな。そうそうなんですよ。あ、でも私もかも、結構方向って、まあ私はそろそろ活動しようかなみたいな。あ、そろそろそっちの方が遅いね。そんな行かれへんのか。あ、そんな方向音痴な。え、もう本当にやばいです。あの、私待ち合わせとかする時もすっごいもう、うん、あの心配でしかなくて、すごいいろいろ一緒に住んだらいいのに。確かに。それは何、あの例えば新宿のアルタ前で集合って言ってもおらん。アルタはもうなんとか行けますかね。あ、じゃあもう渋谷のもやいぞとかだったらちょっとやばいみたいな。もやいぞ、それは私もやばいな。キーの方あれ、キーの方あれ、え、あのキーの方あれ、キーって言われてもそのキーが分からんもん。あ、楽器屋のキーあるじゃん。全然違う、分かるの、うん、渋谷っていうのがよく分かんない。ヨネは自宅に帰れませんって言って。あ、そうそう、カラピョンっていう人が面白いわ。なんか家で待ってる人みたいな。あいつ今日も帰ってこなかったみたいな。帰れません。どうも終電遅れたんだな。あの反対の電車とか反対に乗っちゃう。前なんか4回乗ったけど同じところばっかりぐるぐるぐる。え、間違える線やったっけ。間違え乗り換えすら危ういってません。間違える乗り換えもないよね。まあその、うん、ある程度のところ辺は知ってんねんけど、うん、ある？一本じゃない。昨日で23になったよ。あ、お誕生日やった人がおるんや、昨日。おめでとう。おめでとう。いや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 。じゃあ、あ、じゃあ解散とか、あのソロ活動したいとか思ってますか。いや、別に思ってないですね。私ここで爆弾発言したいと思ってますよ。いや、俺もうすぐそうだみたいな。俺はもう基本的にあの、まあまあ群れたいタイプやから。あ、そうだね。群れたいですか。だから DJ のクルーとかでもずっといっぱいおったし。あ、でも私は反対に言うとソロ活動に興味はないけど、ソロでやってる人って本当に偉いなと思う。すごいと思うわ。一人でモチベーション ずっと保つ。例えばストリートやっても一人なわけじゃん。結構大変だよね。だから心折れちゃうというか。私ギター弾きながら一人で歌えるじゃないか。なんかナンシーはあんまり、いや、なんか女の子とかでさ、心折らせるどころかあの人解けるためにちょっとやめて。ということで次の質問いきましょうか。ポンジュラダンの特技でもある早口言葉対決を久々にしてほしい。あ、さっき滑舌、私早口言葉が超得意で、あのね、え、なんだっけあれ、うん、じゃあ豚がなんだ、そうそうそう、あのね、噛む自信しかない。そうだね、噛む自信しかない。豚をぶったってやつ。豚をぶった、豚がなんとかでこう。あ、これこれ、豚が豚をぶったら、ぶたれた豚がぶった豚をぶったので、ぶった豚がぶった、え、ぶった豚とぶたれた豚がぶった折れたってことを早口言葉言うのよ。せーの、豚が豚をぶた、せーの、豚が豚をぶったら、ぶたれた豚がぶった豚をぶったら、ぶった豚がぶたれた豚がぶった折れたみたいな。あ、それはめっちゃ得意って言ってるよ。私得意かな。え、本当に。ちょっとアレンジしてみて。これ書いてるんだよ。いきますよ。豚が豚をぶったら、ぶたれた豚がぶった豚をぶった。ちょっと待って、なんで音量がこうなるの。めっちゃ欲をつけんじゃん。豚がブッタブタをブタルスみたいな。豚が豚をブッタらブタれた豚がブッタブタをブッタのでブッタブタとブタれた豚がブッタ折れた。わかりません。全然ダメだ。全然ダメだ。あの、私でも早口言葉が下手な人にアドバイスがあるんだ。だけどリズムつけたら誰でも多分言えるんだよね。確かに。そうな。それがアクセントにつながるわけだな。そう。せーの、豚がぶった、え、せーの、豚が豚をぶったら、ぶたれた豚がぶった豚をぶったので、ぶった豚とぶった、ぶった豚とぶたれた豚がぶった折れたみたいな。せーの、豚が豚をぶったら、ぶたれた豚がぶった豚をぶったので、ぶった豚とぶたれた豚がぶった折れた。すごーい。すごい。目しか言えなかった。最初の。メス豚をぶったような話。はい。でも早口言葉ってさ、私は青巻き髪、赤巻き髪、黄巻き髪が一番難しいと思う。私もあれ難しくない？難しい。あと香るぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせるぴょこぴょこ、むぴょこぴょこも難しい。ぽこぽこになっちゃう。全然どこじゃねえじゃん。いや、そうだけど、カエルぴょこぴょこ、みぴょこ、あの豚が豚をとか、あとあのあれ、この竹や分に竹かけか、竹かけか、竹かけか、この竹やめに竹かけかけたのは竹かけたかったから竹たてかけたのです。ああ、それな。まあもううまいじゃん。いやもう待って、合ってるかが分からない。
あ、わかるそれ。この竹やぶに竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。ああ、なるほど。すごいなそれ。汗出てきたわそれ。ちょっと楽しかった。汗出てきたもう今。難しい。なるほどって言ってもう。ということで、これは私もあんま得意じゃなかったということで、次の問題。うまくいく人いかないからなのよ。下のこう、なんか回り方、うんうん。穴があったら入りたいと思うような恥ずかしい話をぶちまけてください。あだもうあって言ったからもう一番に言ってもらいましょう。本当だよ。私、漢字が苦手なんですけど。ほうほう漢字漢字が苦手なんですけど。ほうほうほう書いてみる。あ、書けます。え何漢字え、バラとかってこと。漢字が苦手なのに書くんだ。でも、俺ズータンとか書かれへんで。なんだっけ、なんて、なんズータンって書かれへんやろ。ズータンって漢字書ける。ジュータン。いや、まあまあ書けないよ、ジュータンって、うん、あの字だもん、うん、そうだって、なんだっけ、元のを忘れちゃった。自分で言っときながら、ちょっと思い出します。必死感がおもろかった。じゃあそれなんだっけ、わかんないよ、わかんないよ、ね、ちょっと、エシさんからキキララ送ったでって。エシさんがキキララ書いてくださったってこと？そう、今の短時間で、さすがな。すごい、ま、うわめっちゃうま。なるほどな、うますぎる。これ書いたの？もう今書いたんです。嘘嘘つかないでしょ。すごい、これ見せる。あー、上だけあった。何ここだけ絵だけ写ってる、見えない。はい。この画像を送ったよね。あ、そうだね。思い出しました。はい。何何。これこの漢字読めますか。お、うん、読める。読める。え、これなんて読んだ。これ私なんかお土産を買ってきた時に、はい、お土産を買ってきた時に、文福茶釜の物語が書いてあったんですよ。うん、それを買ってきてあげたから、うん、書いてあるやつを読んでたんですよ。うん、したらずっと私が文福和直は和直だ。読んでてずっと、まあ、友達はこうやって聞いてて、友達やん、なんだ文福和直ってなんだろうってずっと思ってたらしくて、ちょっと見せてって、うん、おしょねって言われて、マジ超恥ずかしいと思って。和直、和直やばいね。でも隣で和尚って言ってました。でもまだ和尚の方が近いよ。ああそうだよ、カズナオはダメだよ。文福カズナオって誰だろうと思ってずっと話を聞いて。カズナオめっちゃやばいなそれ。超恥ずかしくて。そういう恥ずかしいのってあるよ。私中学生か高校生の時に学校行ったら校門にさ、先生、生活指導の先生ってか立ってるんだけど、うん、その人に間違えて、いただきますって言ったってこと。おはようございます。でもそれは学校先生にお母さん言うとこと。そういうのってでもその時恥ずかしい、うん、なんかでもこのまあ別に言うとカズナオぐらいは恥ずかしくないよ。カズナオ、まあ、でも確かにそういうのあるよな、漢字完全に間違えてて言ってるみたいな。そうそう、うん、あんた聞いたね話、立て氏のこと殺人よ。だってあれ殺人っても読むねんって。ほんまに。そう、盾ってあるじゃん、この剣で切る盾ね、うんうん、それを例えば時代劇とかだったら、うん、その練習する人のことを、うん、盾師って殺人って書いて、死って書いて、人の名前書いてんだけど、うん、あれは殺人って。いや殺人っても言うねんって。言わないよ。ほんまに盾でしょ。盾でしょ。殺人って言うか。言うねんってほんまに。本当に。じゃあそれはあれの人殺し以外で殺人っていうの。いやだからこれの漢字で殺人って読む。殺人盾って書いて。それ本当みんな。殺人は懲役長い。懲役長い。まあそれ長いですから。まあ大体15年かな。絶対でこう書いて殺人誌って読まないでしょ。殺人誌なんか読まないよ、盾しないよ。絶対間違ってるって。言うけど時と場合によるんだ。言うんだ。ほんまに？ほら。ほら見てみ。でも時と場合によるということはだいぶちょっとのパーセンテージだろうな。だって殺人誌って読まんやん。殺人誌って言うよな。話変わってくるやん、殺人誌やと、うん、ということで次の問題行きましょうか。懲役15年懲役15年誰殺した。はい、じゃあ、あ、これごめん、
タイトルだ。すごい。そう、エシさんが今の間に書いてくださって送ってくれて。すごい。見せるね、ちょっと。これもうちょっと消えてますよ、半分。これ絶対似てる。ちょ、なしのは。ちょ、なしの。ここ？あれどこ？ここ。これとこれどっちがひどいの？ちょっとこれとこれ。何それ、変わるんだって。だからランシの目やばいな、そいつ。ランシさんの、これアンパンマン、ランシさんの、これアンパンマンの目だよ、これ。アンパンマン、もうこれ食パンマンや。女の方はよくやってない。次の質問行きたいと思います、はい、皆様待っててね。どう、ばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。今何をしてると思いますか。むずいなぁ。じゃあ、ヨネから。え、わかんないけど。やばい。私はアーティストやってなかったら今、あれがやりたい。ただただゲームを試す人。何それ。あれな、ゲーム、そう、ゲーム試す人いるじゃないですか。あの発売する前に不具合が出ないかって言って、あれでもめちゃめちゃエグいらしいね。え、本当だ。あれだって、あれでもゲームクリアしなかったからね。全部クリアしなきゃダメだから。だからプログラマーとかの人ってアイテムとかも、そうやで、全部取ってやらないと。だってそれをその発売までの、そのこの期間までに全部やらない。あれ友達やってたけど、マジで宇宙だよ。本当ですか。めっちゃやばいらしい。しかもパズルゲーム限定ないんですよ。ギークルーって頭おかしなんで。いやでも頭おかしいぐらいやってるんですよ。で、あの頭休めようって言って、うん、じゃあ休めようって言って止まってる瞬間、じゃあ私やるからって言って始めるぐらい。そう、それ休む嫌いなタイプですよ。なあ、ナンシーと俺がもう嫌いな。ちょっと好きになってください。もうゲームやっとくからな。もうブツブツ言うよな。しょっちゅうとジュナタンとナンシーと同棲したいやんじゃ、絶対しない方がいいと思うけど。え、じゃあ来る。アーティストやってる中で今何してると思う。私保育士の資格持ってるんです、子供が好きなので、保育士に、じゃあ将来はお母さんにもなりたい。なりたいです。保育士っぽいって言われてる。本当だ、よく言われますとか言って。私なんか実習行ってた時とか、もう本当保育士に、うん、そう、保育士になる感じだよねっていう。でも保育士の資格持ってるっていうのとさ、あと調理師免許持ってるっていうのはすごくレベルが高い気がするよね、うん、女の人として。わかるわかる。え、だってさ、あの、言っても調理師免許と保育士免許が持ってたら、もうだ結婚してももうめっちゃ安心じゃんみたいな話だな。でも男からしたら保育士免許持ってるっていう方がドキッとする。なんでそれは。いや、なんとなく、なんでやねん。だって別に調理師ってなんか別にエロそうじゃないやん。エロいじゃないですか。だってさ、例えば AV の大会でもなんとか調理師はないやん。ああ、ない。保育士はあるんですか。なんとか保育士はありそうや。はい、ということで、あなたはじゃあアーティストやってなかったら何を。あ、俺はもう絶対にショッツゲイなんて言われてた。ゲイです。なんでナンシーが言うゲイ。断言、断言。しかもナンシーがゲイなだけじゃない。いや、私はゲイじゃない。あ、そう、バイだもん。バイだ。いや、でもアーティストやってなかったら、まあでも仕事の本気でやってるんちゃう。もっとなんかちょっと本気っていうか、なんかもうあの仕事漬けみたいな感じになってそう。家帰らずに。私はトビかな。ト
赤ずみめっちゃ面白かった。みんな、なんでニッカポカ履くオカマなのに、うん、リアルですねって言われてちょっとリアル感が面白い。私はこれめちゃくちゃリアルに言ったら、自分が歌を歌ってなかったら恋愛してると思う。あのもっと私昔は恋愛、まあ、今やもんな、体質やなって自分で嫌なぐらい思うぐらいの性格で、例えば好きな人がいたり彼氏がいたらもうその人のことで頭がいっぱいみたいな人だったけど、あの人前で歌を歌ったりアーティスト活動をさせてもらうようになったら、もうそれよりそっちが大事だから、なんか恋愛に重きを置かなくなって、なんか2番手3番手になっちゃったけど、それまではずっと好きな人が1番みたいな人だったから、だからきっとリアルに今私がパッて音楽をなくされて歌えなくなったら、なんか多分なんか超好きな人を多分こうなんか追いかけてたりするんだろうなと思う。あ、じゃあもうそのタイプやったらもうあれちゃん彼氏とかにもなんか誰か女と喋ってたの怒るタイプ。私絶対やだ、超やきもちやき。私は一番めんどくせえ女だな私は超やきもちやき。誰なみたいな電話あのトイレ取られて電話こう私彼氏の携帯今見るものだと思ってる。あ、どっち派ですか。見ない派。しかも恋愛体質じゃないです私たち。そうなんや。私も今は全然違うけど昔そうだった、うん、音楽やるまでに。恋愛しないのって言われて、しないわけじゃないけど、なんかその人生に置いてのランキングがなんか下になっちゃったよ、なんか私の中で恋愛の。その今は歌ったりすることの方が楽しいというか、だね。それな、携帯見て得することは絶対ない。うんうんうん、ない。いや、分かってんの。でも得しなくていいのよ。なんでなん？あのね、携帯を見る女の人は携帯見て得しようと思ってない。別にあの携帯を見てあいつのことめっちゃ好きなんだって、その自分を褒めることなんて絶対書いてないと思う、男の人って。それは分かってるけど気になるっていうのが恋愛体質だから、多分。私の場合見てくれた方が自分の説明をしやすいから、もう見りゃいいのにな。あ、逆に見てほしい。逆にも、うん、だから私は反対に見られても平気な人だから彼氏に。で、なん、あ、見たかったらどう、何でも見てってタイプだから、うん、見てからもう中のシャメとか全部見てくれれば一番もう分かりやすいこういう人なんでこの人誰やと。あ、こんな動画を撮るんだみたいな。はい、次の問題いこうかな。あ、もう終わりかな。あ、あるわ。 Q&A6 ぐらい。今日はツワイソウルが出るってことなんですが、ライブも何回か見たことあるんですが、今まで解散の危機くらいの大きい、バトン同じくらい、これさっきのやつだよな。うん、エルクさんはでもしないんだもんね、喧嘩ね。しないんですよ。でも、解散の危機ぐらいまでになることあるかな。ないよおもろいなよ。本当ですか。ないよしか言ってないですよ。なんか面白い、すごい、あの間がおもろいわ。いや、本当なんかいいねんなっていう空気感が伝わるよな。髪型もね、髪型あの買い物とかも一緒に行くの。一緒に行きます。行きます行きます。お揃いやもんな今日も。あ、そう、お揃いです。全然お揃いで、普通の普段着もお揃いになっても全然平気な感じで、へ、好きなものが結構似てたりとかするから、かぶってこれ買おうかなってなってると、私も欲しい、欲しいってなって、買おうよみたいな、お揃いだよ、いいの、いいよみたいな。そう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 一応お揃いだけどいいのみたいな。普通結構女の子同士って私も欲しいと思っても相手が買ったら、あ、じゃあやめとこって結構なるじゃん。全然平気だね。全然あの歌的にはそのどっちがメインで書くとかあんの？そのバラスの音楽的なね。あ、質問もういいですよ、消しちゃってください。一緒にやってます。質問終わり？はい、一緒にやってんの。あ、もう全部一応持って帰って、こういう感じにしようっていうのを決めて、そのイメージで2人で持ってきて、でも大体1人ずつで持って帰るとなんかなーっていうのが結構あって、あるとそこでザザザザって決まって、あ、じゃあもう2人がでそういることが一番いい発案も出るんだね。
あ、じゃあもうそれは誰か一人入って3人組とか絶対ありえない感じだよな。絶対やばいと思う。うまくいかなくなりそうだもんね、うん、せっかくの二人の空気感は。それ絶対やるよ。90歳とかまでもうお願いだから活動してほしいよ。あー、やりたい。だからそのヨネっていう名前もやっていきたい。確かに、やっと88にやっとやっとって、今も生きてる、今も生きてるよ、本当にやっとって失礼なこと言わないよ本当。生涯歌手、生涯歌手、みんなベージュのお祝いお願いします。ベージュのお祝い、あ、ここに呼んでください、また88歳でっていうことは私もやっとかなきゃダメだよ。みんなでみんなで長寿番組みたいな、長寿番組みたいな。ナイトチューブあるかね。私の場合はもうただの障害だから、もうなし死んでるかもしんないよな。確かに、てかコメントすごいな、1200超えてる。ほんとだ、みんな結構見てくれてる。2つに分かれてる。え、じゃあさ、じゃあさ、例えばさ、その2人が目指してるアーティストとかもいるの？例えばツライソウルはこういう感じにしたいみたいな、あ、そのなんかジャンルもそうだし、うん、こういう風グループでありたいみたいな。今だって言うとき言うときじゃん。息吸っただけ。そんな大きく吸わんの？めっちゃ吸うなみたいな。でも結構ヨネがラップが、あ、そうだよね。そう、ベニー系っぽいってだから私は思って、そうベニー系さんのは結構カバーさせてもらってるんですけど、あ、かっこいい、いいよね、ベニー系私も好き、かっこいい、だからそのヨネのラップを活かせる曲をどんどん作っていきたいと思ってるんですけど、ラップが書けない、何せラップが難しい。ラップって書くのむずいよね。難しい、私もラップたまに書くけどむずい。そう、うちはラップはショッツの方が得意だもん、書くの、うん、私ラップ超苦手。面白い、あ、言い踏めてねえわ、結局これとかなってくる、あ、書いてるうちに。だって私歌えんもん、ラップは。それは練習しよう、それは練習しよう。それはね、でもラップ歌ってるやん。ラップ歌ってます。そう、このキャラ変わるよね、ちょっとね、ニャーってしてるのが急に、うん、そうやね、それラップグニョグニョしたら歌えないからな。でもギャップがあって、さっき流れた最後の曲あるやんか、うん、プチョヘンザー、あれとか全然ちゃうもんな、なんか、あ、そうね、低音担当です。あ、そう、低音担当なんですよ。あ、私一人しかいない、私メイン一人だけど低音担当だから、一人で低音担当。私高い声がすごい苦手だから、逆に。え、じゃあさ、もともと2人がそのカラオケとか行ってた友達の時代から、うん、好きなアーティストも一緒だったの？それは別なの？なんか音楽ジャンル的に私はあの人に憧れててみたいな。私もともとアムロちゃんが好きで、あ、ほう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 、で結構文化祭とかでは踊ったり歌ったりしてたの。あ、踊って歌う系の、そう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 、ダンスボーカル的な感じね。そうで、R&B とかがちょっと好きになってみたいな。でそれで一緒にソウルヘッドって分かる？あ、分かる分かる分かる。そう、ソウルヘッドがすごい好きで、それをカバーっていうか、2人で歌い始めて。ソウルヘッドってなんかそこの、あ、そうそう、来てるよね。そこ、あ、ソウルヘッドとベニー系ってなんか一緒だもん、系統が似てるもんね、うん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 、あの時代のね。確かに私の声好き、ありがとう。でも私の声って喋ってたら何の得もないけどね。そうですか。いや、もう電話とかマジおっさんだと思う。友達何回か電話切られたことある。いや、これニコ生始めた最初の方とかな、めっちゃ言われたよな、声とか。私だから声が低いから、あの左の人ニューハーフですかとか言われた、ニコ生始めた頃。まあ一番初めにあったのがそのナンシーとやったから。そう、ナンシーと番組をさせてもらってて、ここで。あ、そうなんだ。で、ナンシーと出てるからっていうのもあって、やっぱ左の人もなんかおかまですかみたいな。いや、れっきとした女なんですけど、みたいな。いや、でもすごい憧れます。なんでだ、私柔らかい、なんかふわっとした声なんで、すごい、かっこいい柔らかい声を私は出したいけどな、逆に。で、私はそういうなんかウィスパー系の歌とかがすごい苦手だから、ね、逆に。前も言ったけど、ELT とか、私が歌ったら全然あの癒しの感じが出ないの、ね、なんかずらいな、なんかいやらしい感じ、なんか強い強いわみたいな、こういやらしい感じ。そう、ELT とかってあの癒し系がいいのに、なんか強くなるのが良くないなと。なんかちなみに告知とかはないですか？適材適所ね。告知あります。どうぞ。はい、5月28日にライブがあります。場所はどこでしょう？場所は双子玉川です。お、ニコ玉、ニコ玉です。ニコ玉って昔行ったことあるな。
行ったエルクも一回だけライブしたの。あ、そうなんだ。東京音実劇場っていうところ。音実劇場。はい。初めて聞くことなんですけど、ちょっと面白いイベントで、30分、ファーストセットで30分自分たちのライブやって、セカンドセットでちょっと縛りがあって、縛りのはその結婚縛り。なんでやねん。どんなライブや。70年代、80年代のアニソンを歌う。面白そう。面白そう。それ。28。そうです。一曲何歌うか教えて。あ、まだね。あまり言えないのか。あ、そうか。え、28見に行こうかな。面白そうだね。面白そう。北本川ってそのとおなんやな。28土曜だよな。土曜です。行けたら行こうよ。面白い。70年代、80年代って反対にどんなアニメが You are shy! あれ28ストレートだそれ私は29になった、20になったおもろそうやな、それ反対に何がある時代その時代ってアニメ、例えば分かんなくていいのキャンディキャンディとかあ、キャンディキャンディあったよねクリーミーマミは違ったっけあ、そうだったクリーミーマミって知ってるなあとなんだっけ、なんだっけ、おばさん、おばさんおばさんスプーンおばさんスプーンおばさんあれ違ったっけなんかスプーンのスプーンこうズブズブするやつ違う違うそんなのないやろまずスプーンのおばさんドラゴンボールは90年代じゃないの80年代スプーンのおばさん怖すぎるやろ何があったのかピンとこないよあ、サリーちゃんかあ、サリーちゃんかサリーちゃんあと鉄腕アトムとかじゃんあ、やばい、一遍目、もう終わっちゃう。あ、早い。じゃあ、エルクストリートの告知としては、21日ストリートライブ、その次、5月29日、千葉からの大宮行けたら行きます。ほんで、エルクストリートプレゼント、プレゼンツ、6月2日開始の一撃、ガッツビーハウスにてありますので、ほんで、5月28日は、2Y ソウルのライブに2個玉にみんなで行きましょう。イェイ。ということで、下のツイッターがね、みんなのアカウントなので、こちらから声かけてくれれば、ジュラ、イ、ナーシー、ショッツ、ヨネ、ゆきのっていう感じで。そして会心の一撃はレコ発な。そうです。そうだね。ということで30秒前なので、なんか一言最後に。あ、フライヤー。はい。あ、ツイッターフォローしてください。これからもよろしくお願いします。イエーイ。お願いします。来てくれ。来てくれ。楽しかった。楽しかった。また来てね。また来てください。ありがとうございます。これ呼ばれなくても来ていいんだから。あ、本当ですか。今夜かけられてないけど、もう毎回配信してということで、みんな来週見んねんで、バイバイ。アベマの人もありがとう。ニコンの名もアベマもありがとう。バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。